まあ陽キャ陽キャ言ってますけど、メガネの時点で陰キャですよ。あと地域の定義って何ですか、教えてください。あの陽キャってそれも何だかよくわからないですし、陰キャの定義もちゃんと明確にしてから、私に言ってください。菅池でね、80ヤード横取ってるのにファールする男ですよ。まあ、そんな男には負けないですよね。まあ相手は地球ですけど、私地球じゃないですからね。私陽キャですから。下道にニートにヘッポコトレーナー、地域軍団はしょうのないメンバーの集まりだな。まあそんな愚行も今回でおしまいです。おしまいです。まあ、今回私が勝って、まあ、2人に謝罪動画を出してもらおうと思ってますし、まあ、この先のです、この私の大会の踏み台となってもらおうと思ってますね。ジャンヌ・ダルク？ああ、けどね。450何ヤード？まあよくわかんないけど、まあドラゴン選手としては、まあそこそこの選手だとは思うけど、まあ、あいつは人としてやばいね。うん、人としてやばい。ひどいもん。社会不適合者。マジでけど、あいつはやばいよ。まあね、そんな奴らにね、まあドラゴン新選組は負けるつもりないんで、メガネとサングラスと、あ、もう一人メガネいたね。筋肉バカ。うん。まあその3人にはね、まあ、負けるつもりないんで、まあドラゴン新選組見えたい隊長としてジャンヌ・ダルクをぶっ倒します。以上。いや、そもそも相手になんねえよ。倒す価値もねえわ。お前誰だよ、大した結果残してねえくせによ。そんな結果出してから物言ってこいよ。そのさ、新選組ってさ、俺ら地牛連合のパクリだろ。お前らよ、俺ら地牛連合作ってからよ、なんか新選組とか言い始めてよ、正直俺に憧れてたんだろ。おい、俺らの真似がしたかったんだろ。まあ根っこできてよかったな。でももう終わりだからな。長田選手、はい、11月13日のマイタンカップに出られるということですが、まあ今回第3回らしいんだけど、全然なんか1回も今2回も全然出る気なくて、まあ、今回も出るつもりなかったんだけど、なんていうのかな、まあ新選組のメンバーから出るって言ってるし、まあ1回出てもいいかなと思ってたんだけど、なんかちょっと挑戦状みたいなのが届いて、地球連合から叩きつけられたらしいですね。そう、新選組に当てて、もうちょっとカチンときて、まあちょっと潰しに行ったのかなっていう感じですよね。それでまあ出てもいいかなってちょっと決めたら、はい、対戦相手は前田智樹選手らしいですね。なんかまあ前田カップなんで、前田智樹の冠名前がついた試合だよね。でも誰か知らないんだよね。見たこともないし、誰かもわかんないし、まあ試合に出てたのかもしれないけど、まあ眼中になくて誰かわかんないんだよね。そうなんですね。わかりました。それでは最後に意気込みをお願いします。まあ誰かは知らなかったんだけど、まあちょっといろいろ調べて。まあ、挑戦状を叩きつけられた以上、まあ、一応こっちもプロとして、まあ、きちっと調べて、下調べをして、臨もうかなということで、まあ、動画とかね、いろいろなんかこう SNS とかから引っ張ってきて、まあ、見たんだけど、
見れば見るほど負ける気しないね。うん、まあ一級だね。一級で十分。一級で十分。まあ、一級で余裕。負ける気しないね。なんで俺にそんな挑戦状を叩きつけてきたのか。まずそもそもまあ1億年早いよね、俺にそんな挑戦状を叩きつけてくるなんて。まあ向こう3人出してくるから3人出してこいよということで、まあ、俺が出るまでもないかなと思ったんだけど、まあ3人私と、岐阜隊長村上亮と、三重隊長、吉田翔吾出すんで、まあ隊長クラス出てるんで、まあ負けたらね、隊員に示しがつかないんで、まあもちろん全勝すると思うし、まあ多分全員一級で終わる。一級。一級ですか。一級。もう一級しかいりません。はい。うん。まあ余裕だね。はい。当日の活躍をご期待しておりますので、ぜひ頑張ってください。うん、まあ頑張らなくても余裕だね。うん。まあ見ててよ。はい。うん、楽しみにしてます。まあまあ軽くピッピッとね、やっとくんだよ。はい。もういいかな。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。そういえば新選組ってなんかたくさん人数いますけど、何人か地位牛連合がいるんですよね。全員。本当に新選組の信念を持ってドラゴンやってるんですかね。当日が楽しみですね。もしかしたら裏切り者がいるかもしれませんよ。